職場の同僚の男性から交際を申し込まれて、お付き合いをすることになった一致。お試しで付き合い始めたものの、彼氏の勢いに押されまくって、交際3ヶ月で、結婚を前提とした同棲を、彼氏から迫られる一致。本当に彼氏と結婚していいのかわからなくなり、占い師の妹に相談することにした一致は、妹から、彼氏の黒い影について、知らされることとなる。よく当たる占い師の妹が、交際3ヶ月の私の彼氏について占ってみた結果、約1年半前、交際期間3ヶ月の彼氏から、結婚を前提に同棲を申し込まれましたが、同棲も結婚も全てお断りし、彼とはお別れすることになりました。なんだ、男の敵か、それともモテる自慢か？どっちでも成敗の対象だがな。どちらでもありません。交際期間3ヶ月という時点で、少し危険な香りを感じ取ってほしいんだけど、彼氏の勢いと過去がすごすぎて。過去？黒いのか？非行じゃないか、詳しく。彼氏とはまだ交際3ヶ月だったこともあって、友人にも話してなかったし、彼氏の問題がいろいろ複雑だったので、妹以外の誰にも話したくなかったのが本音。ここで全て吐き出して、綺麗さっぱり彼のことは忘れるつもり。彼氏とは、仕事を通じて知り合った。私は運送会社で事務の仕事をしており、配送員として入社してきた彼が、私のことを気に入ってくれたのが、交際のきっかけだった。私は前の彼氏にひどい振られ方をして、しばらく彼氏を作るつもりはなかったんだけど、彼から、俺、彼女のことは大切に守るよ。だから、俺と一回付き合ってくれない？俺、一致さんのこと本当に好きなんだ。幸せにするから。と、すごい勢いで押されまくって、気がつけば、首を縦に振ってしまっていた。真面目な人って印象だけど、何が問題なの？モテる自慢だったら他でやれよ。確かに、この部分だけ聞いたら、真面目に感じるよね。でも、この人、人のことを幸せにするどころか、人の気持ちを少しもわからない。とんでもない自己中心的な人だったんだ。付き合い始めた頃、カフェでお茶をしていた時、彼氏がトイレに行ったんだけど、その時、私たちの隣に座っていた男性が、席を立った時に、椅子にかけていた上着が落ちて、それを拾ってあげたことがあった。隣に座った男性が恐縮する中、私が笑顔で上着を渡して、隣の男性が立ち去ったタイミングで彼が戻ってきて、今の男は誰なんだ？知り合いなのか？と、真顔で聞かれた。隣の席に座ってた人だよ。たった拍子に上着が落ちたから拾っただけ。ふん。いいけどさ、一致さ。あまり誰彼構わず笑顔を振りまくなよ。うん。職場でも愛想振りまくってるだろ？俺は正直、一致が誰彼構わず笑顔で対応してるの。あんまり好きじゃない。という彼の言葉に、私は思わず言葉を失った。愛想を振りまいて何が悪いんだ。彼は私の行動を監視するような発言が多く、付き合い始めた頃は、やきもちなのかな？とも思えたが、彼の発言や行動は、どんどんエスカレートしていく一方だった。彼からの連絡には、すぐに返信をしないと不機嫌になる。幼馴染の男の子のことを、下の名前で呼んでいると不機嫌になる。一日数回は、彼に LINE をしないと不機嫌になる。やきもちといえば聞こえはいいが、正直彼の束縛にへきえきし始めていた。そういう彼氏いるよね。でもさ、高校生じゃないんだから。彼氏もっと大人になりなよって感じ。やきもちと束縛の判断は紙一重。ちょっとしたやきもちは可愛いけど、一線を越えると、束縛となる。お前のために言ってるんだぞ、とか言ってさ。なんで良いことして謝らないといけないの？良いことしたねくらい言えないのか。器の小さい人間は嫌われるよ。ほんと、私が恋愛慣れしてないせいか、束縛と気づくまでに、ものすごく時間がかかった。ある日、職場の B 子に誘われて、ランチに行くことになった。あのさ、もし間違ってたらごめん。一致さ、A さんとお付き合いしてるの？ B 子とは入社以来の仲だ。他人にはわからない。私のちょっとした変化にも、女性特有の勘で気がついたようだった。うん。まだ誰にも言わないでね。いつの間にか、そういうことになっちゃって。そうなんだ。え？どうしたの？うん、それがね、気になるから言って。うん、それがね、この間の休みの日に、A さんが女の人と歩いてるところを見かけて、あ、でも遠目だったし、もしかしたら妹さんとかなのかも、と、B 子はフォローしてくれたが、彼氏に妹はいない。それに、その日は外せない用事があると、彼は言っていたはずだ。B 子の話を聞いて少し不安になったが、私自身が見たわけではないので、その場はなんとか笑顔で乗り切ることにした。その日の晩、
私の家で晩ご飯を食べることになった。そういえば、この間の休みって。ああ、友達の引っ越しを手伝った日ね。そうなの。じゃあやっぱり B 子の見間違いかも。え？うん。今日 B 子とランチした時に、B 子があなたを見かけたって言うから。見間違いだよ、見間違い。俺は友達の家から一歩も外に出れなかったんだから。そう？それよりもさ、イッチ。何？俺たち交際3ヶ月だろ？そうね。イッチと交際し始めてから考えてたんだけど、俺たち一緒に住まない？え？俺のアパート、もうすぐ契約更新なんだよ。イッチの住んでるこのマンションって。この間更新したばっかりだって言ってただろ？よかったら一緒にこのマンションで住まない？いや、でも。女の一人暮らしはいろいろ不安だろ？俺は別に新しいマンションに引っ越してもいいけど、イッチのことを思って提案してるんだよ。嫌ではなかったが、私は何事も慎重派なため、交際3ヶ月の彼と同棲するほどの決断がすぐにはできなかった。まあ、とりあえず考えておいて、来週あたりにでも返事聞かせてくれたらいいから。うん。彼の交際スピードに愕然とし、彼の束縛にも辟易していたイッチだったが、この時すでに、彼の罠にどんどんはまり込んでいたのである。翌週。同棲、考えてくれた？うん。で、同棲 OK ってことでいいのか？あのね、私、28歳って知ってる？うん。ってことは、同棲イコール、結婚も視野に入ってるって分かってて言ってる？分かってるよ。俺はイッチと結婚してやってもいいよ。結婚してやってもいい？私が思わず黙り込むと、彼はまずいと思ったのか。ああ、ごめんごめん。真剣に結婚のこと考えてるってことだよ。年内に結婚でもいいんじゃないかな？とりあえず婚約者ってことでどう？と、言われ、正直よくわからないまま、彼と結婚の約束をすることになった。え？なんかトントン拍子で、幸せに向けて一直線って感じだけど。でも彼氏のペースに飲まれてる感はある。結婚してやってもいい？そんなこと言う人と結婚していいの？私なら絶対しない。この時点で、上下関係できてるじゃん。彼氏、なんか怪しい。束縛も面倒だし、いきなり同居したいって。彼女の都合関係なしじゃん。絶対結婚したら面倒な旦那になると思うけど。後から考えると、彼の行動はいろいろ不自然だったんだけど、その時は私も冷静な判断ができなくて、彼との結婚の話が出た日の夜、妹から連絡があった。お姉ちゃん、元気にしてる？うん。あなたこそ占いの仕事、最近忙しくしてるみたいね。おかげさまで。最近は休みなしだったんだけど、なんだか、久しぶりにお姉ちゃんの声が聞きたくなっちゃって。そう、妹には物心ついた時から、不思議な力があり、妙な感が働くことがあった。いるよねー。そういう人。うちのばあちゃんがそうだよ。やっぱりそういう人っているんだな。占い師って転職じゃん。霊感。羨ましい。私にもそんな力があれば、騙されずに済んだわ。妹の言葉に、私は少しドキリとした。そうなの？もしかして私が結婚を考えてるからかな？え？お姉ちゃん結婚するの？誰と？それが、私は彼氏とのことの成り行きを、妹に説明した。そう。お姉ちゃんさえ良ければ、彼氏のこと、占ってみてもいいかな。何か気になることでもある？まだ占ってないからなんともなんだけど、なんか嫌な予感がするんだ。お姉ちゃん、彼氏のペースに飲まれて、決断を早まらないように気をつけてね。そういう時の妹の勘は当たるから、ちょっと怖い。確かに色々と彼に期限付きの決断を迫られ、私も焦っていたと反省した。週末、妹から連絡を受けて、妹の職場を訪ねることになった。妹の話では、彼には女性の影が複数見えるらしく、今の状態での同棲は、絶対お勧めできないと言われた。確かに、B 子が言っていた女性と歩いていたという話も、彼にはうやむやにされてしまったが、本当のことはわからないままだ。私は焦っていたのかもしれないと、妹のアドバイスを受けて気づかされた。束縛好きな人って、おとなしそうな人を嗅ぎつけるんだよね。で、NO と言えない状態にして、自分のペースに巻き込むんだよ。恋愛慣れしてなかったらなおさら、妹がいてくれてよかったじゃん。彼氏恩着せがましいけどさ、彼女のためとか言いながら、全部自分のためなんじゃない？女の影？私も妹さんに占ってもらいたい。私の彼氏も怪しいんだよね。翌日、私が出勤すると、職場の様子がおかしかった。
受付の子に事情を聞くと、彼のところに女性が訪ねてきたそうだ。私は胸騒ぎがして、彼を探しに向かった。お前さ、職場まで押しかけてきて、何なの？だって、全然連絡くれないから。だから、お前とは終わりだって言ったじゃん。でも、A 君、私と結婚考えてくれてるって。確かに言ったけど、それはあくまでも考えてるって言っただけで。婚約したわけでも何でもないだろ？でも、元カノと別れる時だって、私がお金を。おい、俺の職場で変なこと言うなよ。ごめんなさい。とりあえず、話は仕事が終わってからだ。今日仕事が終わったら連絡するから。お前はさっさと帰れ。わかったな。私は物陰に隠れて、彼が立ち去ってから彼女に声をかけた。すみません。あ、ごめんなさい。すぐ帰ります。いえ、違うんです。実は私も彼とお付き合いしてるんです。よければ今のお話、詳しく聞かせてもらえませんか？私は昼休みに彼女と待ち合わせをし、彼女から彼との関係について聞くことになった。彼との交際歴は、なんと3年。その間も、彼は浮気を繰り返し、その度に、彼女が彼の尻拭いをしてきたそうだ。彼はギャンブル好きの女たらしで、今、彼が住んでいる家も、彼女が家賃を支払っているらしい。別れ話が出た際に、家賃を支払わないと脅した彼女に、彼が家を出ていくからいいと言ったそうだ。急に同棲したいなんて怪しいと思ったけど、そういうことだったのか。私にも結婚をちらつかせて、きっと結婚する気なんてさらさらないんだろう。彼の話では、実家への仕送りで、お金がないといつも言っていたけど、きっと給料はほとんど全部、ギャンブルに使っているんだろうと気がついた。すべて嘘だったのか。不思議とショックというよりも、目の前の霧が晴れたように、頭が動き始めた。すみません。もしよければ私に協力してもらえませんか？私は、初対面の彼女に、私の復讐計画への協力を願い出た。わわわ。彼氏ろくでなしじゃないか。結婚する前でよかったな。ギャンブル好きで女にだらしない男。でもって束縛好き。結婚したら日も確定じゃん。妹の占い当たってたね。ぜひ、妹さん紹介してください。彼氏の仮面が剥がれ、彼の裏の顔を知ることになった一致。彼女とタッグを組んで、どうやって彼を成敗するつもりなのだろうか？ある日。この日、私は彼と、私の実家に挨拶に行くことになっていた。同棲するなら、実家への挨拶は済ませてほしいと私が言うと。彼は二つ返事で承諾。珍しく彼がケーキを買ってくれるというので。私は好きなケーキを5つ選んで買ってもらった。なんで5つ？だって4って数字的に良くないでしょ。なるほど。玄関でベルを鳴らすと、お手伝いさんが出てきて対応してくれた。一致の家ってお手伝いさんまでいるの？すごい家のお嬢様だったんだな。いらっしゃい。お邪魔します。どうぞ、おかけください。迎えてくれた両親の前に、私と彼が座ると、奥から女性が出てきた。そう、この女性は、彼が先日職場で冷たくあしらった彼女だった。え？なんでお前がここにいるの？と、焦り出す彼。だって、この家、私の家だもん。そう、この家は、私の実家ではなく、彼女の実家だった。彼女から話を聞いた私は、その日に彼と別れる決意をした。泣いている彼女の姿は、私の分身のように見えて、このままにしておく気になれず、もし、別れたいのならいい方法があると、彼女の実家に、彼を連れて行くことを提案したのだ。え？お前んち？一致の家じゃなくて？意表をつかれた彼は、動揺して、視線をキョロキョロとさせていた。そう。私、この間、あなたと彼女が話していた話を聞いたの。あなた、この女性と3年交際してるんだって？でもって、私と結婚するってどういうこと？いや、それは。おい、お前、うちの娘に対してお前とは、いい度胸だな。それに、うちの娘と交際しながら、他の女性と付き合うとはどういうつもりだ？全部説明するまで、帰れないと思えよ。申し訳ありません。と、言いながら、彼は土下座をし始めた。その後、彼女の両親に、コンコンと説教を受ける彼の姿は、なかなか飲み物だった。その後は、彼女の実家の顧問弁護士も同席となり、彼女にこれまで払わせていた家賃をすべて返済すること。今後は、彼女や私に、一切近づかないことを約束してもらい、彼とはお別れすることとなった。別の彼女の実家って、でもってその彼女がお金持ちって。彼氏、浮気なんてせずに、その彼女一筋にしてたら逆玉だったんじゃないの？いやーまさかの他人の実家、
笑ってしまいました。彼女もイッチもそんなろくでもない彼氏と別れることができてよかったじゃないか。お土産のケーキが5つだったのは彼女を入れて5つだったのか。数字が良くないとか言ってたけど、イッチのちゃっかり具合が笑える。正直私もどうなるか賭けだったが、彼女の両親には本当に助けられた。私は、私と彼女が、彼と別れることができればそれでよかったのだが、やっぱり第三者の登場、ましてや親世代の人間がいることで、こんなにいろんなことがスムーズに解決するとは、夢にも思わなかった。後から知った話なのだが、人との縁とは不思議なもので、彼女のお母さんが私の妹のお客さんだった。彼女のお母さんから、一輝さん、いい占い師さんがいるのよ。私も娘のことをその方に相談したら、娘が急に彼と別れるって言い出して、本当にびっくりしちゃったわ。と、言われ、名前を聞いてみたところ、なんと、私の妹だった。妹は、もちろん、私と彼女との関係を知らない。この復讐劇が成功してから、妹に報告する気だったので、彼女のお母さんから妹の名前を聞いたときは、我が妹ながら不思議な力にゾクッとした。その後、元彼がどうなったかというと、運送会社を退職し、彼女の父親の友人が経営する東北地方の工場で、派遣社員として、再就職させてもらえたそうだ。地元では名の知れた会社で、会社の寮も完備されているらしい。彼女の話を聞く限り、運送会社で配達の仕事をしていた時と、同じぐらいのお給料をもらえているそうだ。住まいは会社の寮だし、敷金礼金なしの安価な価格で入寮しているそうだ。ただ、彼は彼女にお金を返済することが決まっているため、給料の半分は支払いに回り、おそらく遊びに使えるお金は微々たるもののようだ。一見、再就職や、住まいまで準備してもらっている状況を見れば、復讐になっていないのでは?と、感じる人も、少なくないかもしれない。ただ、私は彼と同棲する前に、彼と別れることに成功したし、二度と姿を現さないことを約束してもらえただけでも、ラッキーだったと思ってる。それに協力してくれた彼女も、ただ彼にお金の返済を約束をさせても、ギャンブル好きで女にだらしない彼が、真面目に働かなければ、返済が滞るだけなので、彼女の父親の友人の会社に、元彼を就職させることで、安定した返済を得られることになるのだ。元彼は、再就職先と、住まいまで提供してもらえるなんて、本当にありがとうございます。俺、借金まみれだったんで、本当に助かりました。と、涙ながらに感謝していたようだが、ただほど高いものはないのである。しっかりこの先何年かけても、これまで騙して女性から絞り取ってきたお金を、しっかり返済して、心から反省するといい。ざまあ。おお、一致は強い。そんな裏技が隠れていたなんて。ある意味元彼、言葉悪いけど、刑務所状態じゃん。確かに、罪を償うには、反省と労働とお金が必要になるよね。なんだかある意味一番厳しくて、現実的な復讐かもしれないな。そうそう。彼に返済能力があってこその、借金返済だもんね。一致も彼女の両親のおかげで、彼に二度と会わなくていいし。よかったよかった。ちなみに、今回の元彼のことは、元彼の実家の連絡先を聞き出した彼女のお父さんが、元彼の前で、実家に連絡をして、すべて包み隠さず話していた。元彼のお父さんも、元彼が借金を繰り返していたことに、頭を悩ませていたようで、再就職先まで手配してもらえることに、喜んで同意していた様子。自分の力だけでは解決のしようがなかったけど、お金と信用の縁があれば、大抵のことは解決するもんなんだと、改めて実感した。実は、1年半前のこの話、なんでこのタイミングで話したくなったかというと、先日、幼馴染と、おめでた婚をしました。夫とは、ずっと親友の仲だったんだけど、元彼との一件で、恋愛疲れしていた私に、優しく寄り添ってくれたのが、幼馴染の夫だった。元彼とは、同棲の話を持ち出された時も、正直ためらいしかなかったけど、夫とは、トントン拍子に話が進み、新生活をスタートさせてる。おめでた婚。おめでたいけど、一致の両親の反応はどうだったの?妊娠おめでとう。占い師の妹の反応が気になるのは私だけ?新生活をスタートさせるから、苦い過去のことをリセットさせたかったんだな。すっきりさっぱり、忘れてしまえ。ふふ、ありがとう。すっきりさっぱりしました。ちなみに、彼は、私の父親にグーパンチされてました。でも、その1時間後に、両親と一緒にお酒を飲んでいたので、
夫と両親の関係は、今のところ良好です。ちなみに、占い師の妹の反応ですが、これまた驚きの反応だった。うん。お姉ちゃんは、夫さんと赤いイコレルと繋がってたよ。私が言うとややこしくなるから、口を出さなかったけど、夫さんがお兄さんになってくれて、私も嬉しい。お姉ちゃん幸せにね。と、言ってくれました。本当、我が妹ながらゾクッとくる。見えてたなら、早く言ってほしかったけど、もし言われてたら、私は素直に夫とひっつけなかった気がするので、本当に、妹には感謝しかありません。今回は、意外な協力者の登場により、元彼とはすっぱり縁を切り、夫との縁に気づいて、幸せを手にしたイッチ。もしもあなたにイッチのような彼氏がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。大人気占い師の星ひとみ先生による2023年の運勢ランキングでは、変化を求める、無邪気で自由な気分屋さんの、朝日タイプが1位なんだそうです。ぜひ、ご興味がある方は、ご自身のタイプを調べてみてくださいね。